よいしょっと。よいしょっと。ゴミ箱の中は土？いや違う、粘土だ。なんでこんなものが詰まってるんだろう。でもひびを埋めるのに使えるかも。持って帰ろう。知れない。持って帰ろう。うん、これで雨漏りを直せるかも。それじゃあ帰りましょう。
あでもこれで雨漏りを直す道具が揃ったんじゃない？そうだね、作業室で使えるように加工しよう。よし、どれにしようかな。材料は足りてるかな。どれにしよう。君にどれを使う。これにしよう。どれにしよっかな。よし、できた。できた。これで雨漏りを直せるはず。よし、それじゃあ早速試してみよう。これで大丈夫なはず。屋上でゆうきちゃんたちが水を流してくれるんだよね。そう、それで私たちは漏れてないかを確認する。なんだかドタバタした一日だったね。うん、危険な目にもあった。そうだね、あれは怖かった。でもどこか楽しいと思う私もいたのです。あおちゃんが来てから日記の内容が増えたって言ったと思う。あれからあおちゃんが来るまでの日記を見返してみてね。気づいたんだ、それまで似たような日々を繰り返してたんだなって。だからこうしてみんなで一緒に何かするのが楽しい。ココロ、水は漏れてないよね。うん、大丈夫みたい。やった、大成功だ。うん、ゆうきちゃんたちにも伝えないと。これにて一件落着だね。無事に終わってよかった。危ない場面もいろいろあったけど。やっぱり奥まで行くのはやめとこう。向こうの世界は危険すぎる。でもさ、青が元の世界に帰るための手がかりあるとしたらあそこぐらいしかないよ。帰るの諦めちゃうの？それは帰れるなら帰りたい。でもさすがにみんなを危険に巻き込むわけにはいかないよ。うん、大丈夫、きっとなんとかなるって。いつの間にか来たんだから同じようにして帰れるかもしれないし。私は奥まで調べるべきだと思うのです。心？そうね、ちゃんと調べた方がいいと思う。レナさんまで？二人とも危険だって分かってる？うん、それでもだよ。それに向こうの世界で流れ込んできた記憶、あれは私のものだと思うんだ。え、本当？うん、あそこに入った時から感じてたんだ。なんだか懐かしいって。だからもっと奥まで調べれば記憶を取り戻せるかもしれない。そうしたら
青ちゃんのいた世界のことも何かわかるかも。ううん、私の記憶を取り戻したいんだ。ココロ、あれがウツボさんの記憶だというのなら、私の記憶もどこかにあるのかも。それなら調べてみる価値はありそうじゃない？レナさん、それにさ、みんなで何かするのってやっぱり楽しいじゃん。勇気だからね、アオちゃん、私たちと一緒に来てほしいのです。それじゃあ早速明日から冒険だ。今日は早く寝ましょう。きっといろいろ動き回ることになるから。うん、おやすみ。おやすみ。こうして一つの事件を乗り越え、記憶をなくし、帰り道をなくし、まっさらで迷子の私たちは、また新しい何かを求めて歩き始める。それは記憶を探すため、それは帰り道を探すため、そして特別で大切な何かを探すために。